こんにちはフィフィですえ韓国政府が徴用工問題で相当追い詰められているようですえ問題解決のためにとんでもない案も出してきましたえもっと徴用工をめぐる問題で韓国政府が問題解決に動けないことに苛立ちを感じたのか原告側を無視しようなんて動きが出てきたようです まあ韓国政府がどんな好条件を出して同意を求めても原告が一向にこれに応じてくれないので、まあ、ついにはもう原告を無視するかという案が出てきたのでしょうこの問題が解決できないと日本との首脳会談ができないままになってしまいますから、まあ、そうなれば日本から経済支援を取り付けることができません 今の韓国の経済状況は相当悪いので、元徴用工問題の原告に振り回されている余裕はないんですよね。実は韓国政府は、元徴用工問題の解決のために協議会を設置して、定期的に問題解決に向けて話し合ってきたんですね。ただこれ、9月の5日に第4回の協議会が開かれたんですけれども、ここに原告は来ませんでした。 政府の提示する解決案が気に入らなかったからなんですね。ちなみに原告は3回目の協議会も欠席していました。韓国政府としてはもうめんどくさいですよね。韓国政府は裁判所が定めた金額の何倍もの賠償金を日本の企業の肩代わりに支払うと言っても、この時も原告は同意しなかったんですね。 原告側は日本企業から賠償金を支払ってもらわないと嫌だと、この解決案を突っぱねたんです。まあ、原告もいくら条件の良い,い金額を韓国政府から提示されたからといって、もう今更サクッと受け入れるわけにはいかないんですよね。 原告はこうして日本側に対して厳しい姿勢でいればいるほど原告は韓国の社会の中で日本と戦うヒーローとして持ち上げられますからまあ要するにヒーローとして気持ちよくなっているわけですねただ日本は両国の間ですでにこの徴用工問題は解決済みとしているのでお金を支払うことはありません というか、この問題は1965年の日韓請求権協定で日本と韓国の間で解決していて、そこで日本側から韓国に当時日本の炭鉱で働いていた韓国の労働者へ未払い分の賃金も支払っているんですよね。そのお金を元徴用工の人たちに払わなかったのは韓国政府なんです。 えつまり、この徴用工問題は、本来原告が日本側ではなくて、韓国政府だけを訴えたら良い問題なんですよね。あと、そもそも日本の企業が当時、朝鮮半島からの労働者を日本の炭鉱で強制労働させたという事実も、 ありません。このことについては、韓国の学者たちでも、韓国の歴史認識は間違っている、徴用工問題はデタラメだと、もう何度も声を上げているんですね。まあ、ただ、反日どっぷりな韓国国民はこうした声を無視しています。まあ、要するに、この問題は、このままこの先も平行線のままということになってしまうんですね。でも、それでは韓国政府としては困りますよね。 そしてすぐにでも日本との関係改善をして韓国経済を立て直したい韓国の経済界も必死なんです。でそこで飛び出したのがもう徴用工の原告を無視しちゃおうかという案なんです韓国政府の間ではつい最近原告側の同意がないまま日本企業ではなくて第三者による補償を進めていくという解決策が飛び出したというんですね。 えこれは、徴用工問題を話し合う協議会のメンバーが、9月の6日、ソウルで開いた講演会で明らかにしたことです。え実は、この間開かれた協議会は、4回目の会合をもって、まあ、活動事実上終了しているんですね。でも、これまで話し合われてきた韓国側が、 お金を肩代わりする案。これ、原告の同意が必要だったんですよね。でもこれに対して原告が同意しないと言い張っている。さらには日本企業が支払って、日本側からの謝罪がないといけないとまで言っているから、問題解決が進まなかったんですよね。 で、今回の4回目の協議会では、この肩代わり案に対して韓国側が肩代わりをして、さらには原告の同意が必要ないといった、そういった解決策も出されたようなんです。韓国政府もこうした解決策を検討していることを認めています。ちなみに文イン政権で大騒ぎした韓国の歴史問題の負の遺産は他にもあるんですよね。 それが慰安婦問題です。これも事あるごとに、まあ、今も慰安婦支援団体が騒いでは日韓関係改善に悪影響を与えているんです。この慰安婦問題も徴用工の問題も結局は韓国のデタラメの歴史から始まったもので日本が謝罪をする必要はないんですね。これ岸田総理は慰安婦問題に関しても解決するように韓国に伝えているんですね。 というか、日本軍が慰安婦を強制連行したという事実はありません。こうしたこともすでに証明済みです。韓国政府は、この慰安婦問題でも、もう慰安婦支援団体、つまり原告側を無視するような動きに出ているんです。韓国では3年前のムンジェイン政権の時から、8月14日を慰安婦被害者の日と定めています。 で、ムンジェイン政権の時には、この日に記念式典が政府主催で行われていました。ただ、ユン・ソン・ヨル政権になった今年は、韓国各地で記念行事が行われたんですが、政府主催の行事は、事前録画の放送だけで、さらには、ユン・ソン・ヨル大統領からのメッセージもなかったんですよね。前のムンジェイン政権の時には、政府主催の式典を開いて、 ムンジェイン大統領が演説したりメッセージを送るなどもかなりこの日を重視してきたんですが、ユン・ソン・ヨル政権ではこれをあえて省いたんです。もう、慰安婦問題も騒げば騒ぐほど日本との関係が悪化して、日本からの経済支援を受けられなくなるからなんですよね。 ユン・ソン・よル政権は前のムン・ジェイン政権が破棄しようとしていた日韓慰安婦合意も尊重する立場を示していますし、元慰安婦への支援を担当してきた政府機関である女性家族省の廃止に向けて既に動いています。要するに、徴用工の問題にしても、 この慰安婦の問題にしても、でたらめの歴史で大騒ぎしている原告のせいで、日韓関係が悪化するし、問題も解決しないから、韓国政府が彼ら原告を無視する動きが出てきたということなんですね。ちなみにそもそもなぜ韓国の最高裁が日本企業の資産の差し押さえと、その資産の現金化というありえない判決を出してしまったのか、それは、 韓国の最高裁が反日バリバリのムンジェイン大統領に気に入られたくて、もう勝手に日本側に対して厳しい判決を出したんだと考えられます。 ムンジェイン大統領が関与して支持したわけでもなくて、韓国の最高裁がムンジェイン大統領に忖度をして、日本側に不利な判決を出したということ。まあ、特にムンジェイン政権の時は政府内で反日をアピールすると出世しやすいということも言われていました。 ま、韓国の最高裁はあの頃、ムンジェイン大統領に喜んでもらえると思って、日本側に厳しい判決を出したんでしょうね。ただ正直言ってこの判決には、ムンジェイン大統領自身が慌てたでしょう。もういくら反日とはいえ、ここまでのことは望んでいなかったはずなんです。日韓の間で問題になることは分かっていましたから。 まあ実際あれから日韓関係は急激に悪化して東京オリンピックの頃もそして G7 でもムンジェイン大統領がどれだけしつこく日本に頼んでも日韓首脳会談をさせてもらえなくなってしまったんですよね。まあただ成熟した国家で三権分立が正しく機能している国ならまあ通常こうした国家間の問題でまあ例えば国益を 害するような問題や、また国内を混乱させる可能性のある高度な問題に対して、最高裁はあえて判断を避けるのが望ましいんですよね。というか、韓国の最高裁はこれまでは判断をあえてしてこなかったんですよね。まあ、だから本来ならば、韓国の最高裁はあの時も、この問題で判断をするべきではなかったんです。 まあそうすればここまで今韓国政府がこの徴用工問題で大変なことにはなっていなかったはずなんですまあ、いずれにしても韓国国内ではこの徴用工問題でずっと一人相撲をしているような状況です韓国が自分で作り出した問題ですが解決には時間がかかりそうです さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、p フ f ィフィーチャンネルの登録もお願いします。